アラバマはアメリカ海軍のハイオ級原子力潜水艦の6番艦。艦名はアラバマ州にちなんで命名された。その名を持つ艦としてはサウスダコタ急戦艦4番艦以来4隻目。艦のモットーは州のものと同じである。アラバマの建造は1978年2月27日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され。 1980年10月14日に帰港した。1984年5月19日にバーバラ・イー・ディキンソン夫人によって命名、浸水し、1985年5月25日にニューロンドンで収益した。収益後はフロリダ州沖合で成長巡航を行う。何度かの国内演習及び乗組員の交代の後、アラバマはモービルを訪れ、 続いて、パナマ運河に向かった。その後はシントン州バンゴールに帰還する。アラバマは5月半ばまでバンゴールから作戦活動に従事し、続いて最初の戦略抑止紹介に出向する。北西大西洋で活動したアラバマは1986年の7ヶ月間に4回の紹介を行った。1988年5月にアラバマはミサイル発射試験に成功する。 二発のトライデントミサイルが発射された。9月1日には、アラバマの9回目及びトライデント、搭載潜水艦による100回目の戦略抑止紹介を完了し、バンゴールに停泊した。紹介完了を祝う記念式典が、海軍長官ヘンリー・ギャレット3世への出席により、不当で行われた。47回目の戦略抑止紹介を終えた後に、 アラバマは1999年に修理が行われ、多くの戦術及び生存性の向上とともに、現役任務に復帰した。2000年の春にアラバマは50回目の紹介と、建造15周年を祝った。アラバマは2007年現在第9潜水艦部隊の一隻であり、ワシントン州バンゴールのキトサップ海軍基地が母校で、ある。ありがとうございます。